はい、今私はですねハイバーチュンにあります、ハイバーチュンの 32T サックにありますサービスアパート、はい、ドゥータンビルディングに来てます。ここですね、はい。まあ、そんな大きなあの、ね、大規模なアパートじゃなくて、まあ、こういう小粒のサービスアパートですね、はい、があります。はい、ここのサービスアパートですね。はい、で、まあ、あの築あさり2015年の、まあ、6月ぐらいですかねに完成したまだ新しいサービスアパートですね。なかなかこれ開かないんですけども、今ね2部屋ほど空いてきてるので、はい、綺麗に整った部屋がありますので皆様にお伝えしようと思います。はい、ここからまあ歩いてどうでしょう、 VT スワンとかハイバーチュンとかね、あハイバーチュンの VT スワンとか、まあ、チューベスポーンとかあの辺りの、まあ、ところまで行くのにちょっと歩いて距離がありますけどね、ビンコムセンターの辺り少しだけ距離はありますけども、タクシーですぐですね。はい、とても近いところにあります。はい、立地は、まあ、ハイバーチュン辺りに住む方にはちょうどいいねアパートだと思いますので、早速中の仕様とかね見ていただこうと思います。はい、じゃあこれから部屋の中ですね撮っていきます。まず3階に空いている部屋ですね、ワンベッドルームとツーベッドルームがあります。はい、今から撮っていきますね。まずワンベッドルームからいきますね。はい、まずさーっとこう撮っていきます。はい、あのこの T サックのこのアパートっていうのはもう この仕様なんですよね。ちょっとゴージャスな感じの仕様です。で、まあ、ワンベッドルームなんで当然あの単身向けですよね、単身者向けの、アパートだとお考えください。まあ、あのこういうねキッチンから行きますけども、乾燥機能付きの洗濯機とかね、マイクロウェーブとか、はい、まあ、これは IH かな、ちょっと分かりません。はい、電熱線の、フラットトップの電気クッキングヒーター、あとこういったね、まあ、単身の方が喜ぶというか、まあ、当たり前ですけども、家具フルファニチャーすべてお皿もついてます。はい、まあ、お皿 の用意の仕方もね、こんなんていうか、あのちょっと豪華な感じの絵柄が入った、はい、お皿でこう統一してるんですよね。はい、まあ、最初から据え置きで使っていただけるものとして用意しています。ウォーターサーバーもあって、もちろんエレクトラックスの冷蔵庫もあると。でキッチンのところはね、まあ、こんな感じちょっと出窓があってね、上に吹き抜けてわーっとこう抜けてます。はい、まあ匂いの出るお魚とかね、もし焼いたりとか匂いがあるものを、まあ、料理しても吹き抜けからこう匂いが抜けていくって言いますかね。はい、まあライトも結構明るくてね、でビルトインのビルトインのエアコンがちゃんと三菱エレクトリックがついてます。はい、これがリビング、ダイニング、まあキッチンですね、テレビもあります。はい、三菱のエアコンですよね。はい、でこの奥がベッドルームですよね、ワンベッドなんで。はい、どうしてもこのズドーンとこの長細くなりますので、 T サックのこの通りに面したところがベッドルームになっちゃうと、はい、というところですかね。はい、で、まあ、ベッドは結構広々とゆったりと、単身の方であればね、これだけあれば十分。サイドキャビネットがあって読書灯もついてます。で収納も、どうでしょう、これぐらい、まあ、ちょっと少ないかな、収納はちょっと少ない。うん、金庫もついててセーフティーボックスで、クローゼットはこれぐらい、はい、ありますよね。で、まあ、収納に関してはここと、あとはこの廊下の部分にもちょっとあるんですよね、クローゼットじゃないですけど引き出しのこういう、はい、収納スペースがあります。はい、単身の方であればどうでしょうね、これぐらいでいけるかなという感じで、まあ、ちょっと説明し忘れましたが、下足箱もちゃんとここにね、入り口玄関の付近下足箱もちゃんとついてますね。はい、まあ、ちょっと入り口ね、かまちが少しあるって言いますか、はい、タイル部分とフローリングを分けてやってくれてます。このワンベッドルーム、これで65平米ですね、65平米のワンベッドルームですね。で、間にまあサニタリースペースがあります。はい、バスタブがついていて、で、まあ、お手洗い、洗面、
お手洗い、まあ、これもウォシュレットですね。ちょっとどこのメーカーか分かりませんが、ウォシュレットがちゃんとついてます。はい、まあ仕様的にはね、ここにウォシュレットの電源をつけてるぐらいですから、はい、ちゃんとまあ、構造的に作るときから計画立ててやってらっしゃるみたいですね。はい、ちょうど部屋の間、入り口入ったところとで奥のメインベッドルームの間にあるサニタリースペース、はい、これが65平米、はい、これがいくらかですね。これがいくらか、はい、まあ、このタイプワンベッドルームっていうのは2部屋なんですね。2部屋あります。まあ、このアパート自身がね、そんなに大きなアパートじゃありません。全室9部屋ですね。9部屋2015年の8月にできた、まあ、ちょっとちくわさ のサービスアパートです。はい、この65平米 のワンベッドルームで お値段が1400ドルですね。1400ドル。でこの1400ドルに含まれますのが、まあ、税金と管理費、もちろんレッドインボイスは出ます。あとハウスキーピングサービスが週3回、掃除洗濯アイロン掛けお皿洗い全部やってくれます。はい、単身者向けの、まあ、スペシャルメニューですね、全部ついてます。あとは週に1回はね、まあ、ベッドシーツとか枕カバー、ああいったものも、まあ、リネン交換、週1回洗って交換してくれると。で、インターネットの使用量、光ファイバーの速い、Wi-Fi 付きのインターネット、これですね、 Wi-Fi ね、はい、があります。あとケーブルテレビも視聴できます。英語ですけどもね。あとは蛇口ひねって出る水道料金、はい、あとはウォーターサーバーの水ボトルが、ちょうどこのボトルですね、ラビが3本、月3本、無料で使っていただいて結構ですよという条件、全部ついて1400ドルですね。はい、まあ小ベッドボーンとかね、前泊で通りとか、あと VT スワンとか、まあ、このハイバーチューのあたりにね、お住まいになる方々の対象の部屋になってくるかなと思いますね。少し日本人街と言われているその前泊で中ベッドボーン、VT スワンあたりからは、ビンコムセンターあたりからちょっとだけ距離はありますけどもね、はい、でもすぐ近くですね。はい、単身の方がたくさんお住まいになってらっしゃるサービスアパートですね。はい、でまあ、5号線抜けて、まあ、ハイズンの方とかにね、通勤する方もここに今日構えていれば、はい、まあ、近いんでね、すぐに橋越えて抜けれるということもあるので、はい、多分そういう方々がお住まいになるサービスアパートではないかなと思います。いかがでしょうかね。仕様的には結構綺麗でね、はい、ちょっとゴージャスな感じ、豪華な仕様でまとめてます。手頃な広さ65平米、まあ、単身の方が住むにはちょうどいい広さのサービスアパートですね。はい、いかがでしょうか。